レンデルシャムの森事件とは、1980年12月27日に、イギリスサフォーク州のレンデルシャムの森で起こった、UFO 遭遇事件である。ホルト中佐から、英国国防省への手紙、クリックで、拡大1980年12月27日午前3時、イギリス空軍のウッドブリッジ基地近くのレンデルシャムの森に、正体不明の抗体が降下していくのを、 基地の米軍警備兵が目撃した。3名のパトロール兵が森に向かうと、そこで光り輝く金属製で直径3メートルの三角形の飛行物体を発見した。物体は赤い光と青い光を発していた。パトロール兵が近づくと飛行物体は姿を消した。翌日の12月28日、飛行物体が目撃された地点に3つのくぼみが発見された。 放射能測定を行ったところ、最高0.1ミリレントゲンの β、ガンマ量が検出された。翌日の12月29日には、森から太陽のような光が目撃された。光は5つの破片に分裂し姿を消した。その直後、空に3つの星のような物体が現れた。飛行物体は青、赤、緑色の光を放ちながら、鋭角的に移動した。 物体は楕円型から完全な円形に姿を変えた。物体は2から3時間にわたり観測され、時折日常に光を放射しているようであった。一連の出来事は、米空軍基地司令官のチャールズ・アイ・ホールト中佐を含む複数人により目撃された。この事件は、ホルト中佐により報告書にまとめられた。このホルト文章が1983年に、 アメリカの情報自由法によって公開され、ゴシップ紙、ニューズ・オブ・ザ・ワールドが一面で報じたことにより、初めてこの事件は一般に公になった。ホルト・チューサラ基地の関係者たちは、UFO の着陸は公式に認め、宇宙人に関しては否認している。多数の米兵が目撃したことや、公式の報告書が公開されたことから、UFO 目撃例の中では、 比較的信頼性の高い事件とする見方も多い。一方、UFO の目撃者たちの証言では、見えていたはずの灯台の光を認識していないことから、灯台の光を誤認して騒ぎ立ててしまい、引っ込みがつかなくなっているだけとの見解もある。なんであれ、英国では、最も有名な UFO 目撃事件となった。研究者のブレンダ・バトラーとドット・ストリートはこの事件を、 本にまとめ出版した。その本、謎のウォルト文書では、匿名者による証言が紹介されている。そのうちの一名、スティーブ・ロバーツの証言によると、事件のあった森で総司令官のゴードン・ウィリアム将軍が宇宙人と話をしているのを多くの軍人が目撃したという。宇宙船の搭乗員は、光の中で修復作業をしており、 フィルムや写真も撮られたが上級将校たちによって没収されたという。後に、ウィリアム将軍は事件当日にエイリアンがいたことは否定したが、ホルト文書の内容自体は正しいと発言した。もう一人の証言者、ジェームズ・アーチャーによると、森の中には3つの足を持った3メートルの三角形の飛行物体があったという。物体からは青、赤、白色の光が出ており、 飛行物体に近づくと無線機は作動しなくなった。その物体の中にはロボットのような何かが確かにいたとアーチャーは証言している。その物体は森の中を動き回っていたがやがて猛スピードで飛び去った。アーチャーの証言はホルと文書といくつかの点で食い違っているが共通点も多い。なお、アーチャーの証言は ホルト文書が公開される2年前の1981年に行われている。事件当日、緊急出勤を命じられたラリー・ウォーレンは、森の中で内部が透き通って見える黄色い光を放つ円盤を見た、と後に証言した。ウォーレンによると、円盤は空中に静止したかと思うと突然爆発し、金属製でドーム型の UFO に変貌した。UFO には突起物や機械、 翼のようなものがついていた。UFO の表面には、ウォーレン本人の姿や近づく兵士の姿が映し出されていた。ウォーレンはそこで気を失った。空軍基地でウォーレンは一連の出来事を、公害しないよう制約を受けた。しかし電話で知人にこの話を打ち明けたことが発覚し、ウォーレンは除隊処分となった。ウォーレンは、UFO から宇宙人が出てきて、ウォーレンと会談したと考えており、 空軍基地でその記憶を失ったのではないかと語っている。後にウォーレンは対抗催眠の状態で UFO のイラストを描いた。ウォーレンの証言は多くの点で他の証言と食い違っており矛盾点もあることからその信憑性を疑う声も上がっている。その後の調査から研究家のブレンダー・バトラーらは政府は軍の最高機密に属する。 宇宙船の実験の失敗を UFO 事件に仕立てて隠しているとの説を唱えた。2009年になりピーター・ターティルと名乗る男性があの事件は自分の仕業だったと名乗り出た。しかしその証言の信憑性にはブレンダ・バトラーを含めた多くの研究者から疑問の声が上がっている。2013年にアメリカで行われた公聴会である。 シチズンズヒアリングディスクロージャー校長会にて、レンデルシャム事件についての新たな証言が得られたと、される。ティモシー・グッド、トップ・シークレット、二味消防、八尾い順一、宇宙人という放火で消防、ティモシー・グッド、トップ・シークレット、 ふたみ処防 http コロンスラッシュスラッシュ www.narinari.com スラッシュ nd スラッシュ20090912261ドッ html ありがとうございます